はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、僕の後ろに見えております中野駅、目の前に来ております。というのもですね、今日は皆様ご存知かと思います、まあ、大食い好きだったらね絶対知ってるはず、春日亭さんでちょっとがっつりと大食いしていこうかなと思っております。でなぜねこの春日亭さん食べるのに中野に来てるかと言いますと、こちらの春日亭さん実は全国でも1店舗唯一販売している魚介混ぜそばなるものがあると。で僕自身もですねチャレンジメニューで何度も春日亭さん訪れておりまして、でもその魚介系は1回も食べたことがないということで、本日はですねしっかりとチャレンジメニュー等ではなく春日亭さん食べていこうかなと思います。でちなみにいつもとねカメラが違います。今日もマイチンと一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でちょっと俺だけじゃなくてさ、マイチンの感想も聞きたいから、俺が食べ終わった後のちょうどちょっと食べてください。いいんですか。はい、いつも通り。ありがとうございます。お願いします。でもうね、中野駅目の前なんですけど、これ春日亭さんもう本当に徒歩1分圏内ですね。もうすぐあそこでございます。ということで本日お世話になりますこちら春日亭中野店さんでございます。でちょっと先ほど言ったメニューですね、ここら辺はもう皆さんご存知でしょう。この鶏とん油そばと醤油油そばと、まあ、春日亭さんといえばのレギュラーメニューがあるんですけれども、それ以外にこの下ですね、魚介油そばということで、こちらの中野店さんではカツオ油そばとマグロ油そば、そしてカキ油そばと、この3種類の、ね、魚介を提供しておりますので、本日はもちろん最初この鶏とんをね、皆様のご紹介がてら食べながらも、この3杯、全て今日ですね合計4杯を特盛りで注文したいと思ってます。このね春日亭さん、チャレンジメニューやってんのよ。で俺らもよく毎年行ったんだけど、このチャレンジメニューの内容が特盛り油そばを何杯食べれるかみたいなチャレンジで、毎年ねこう杯数が上がってってたんだけど、そのチャレンジメニューの一番最初の杯数が3杯なわけ。3杯でも多いっすよね。特盛り3杯、まあ、もちろん多いんだけど、今日その特盛り4杯食べるから、まあ、結果ねチャレンジメニューよりは食う。そうっすね。いつもなんだかんだね。まあでもせっかくさこれ食べるからちょっと並盛りだとすぐ終わっちゃうし、はいはい、今日は特盛りをね4杯食べていきましょう。はい、お願いします。と、はいうことで春日亭さんの店内に入りました。今日ね食べる特盛りの4杯注文してあります。でとりあえずやっぱり皆様にねご紹介したいなということで、鶏とん油そば、これをね特盛りで一杯目いただこうと思いますけど、やばいね店内いい香りすっげーするね。しますね。やばい。今時間が15時過ぎなんですけど何も食べてない。マイチン今日食べた。パンだけ食べました。パンだけ食べたね。じゃあ完全に2人とも空腹だ。OKOK、じゃあ今日はしっかり春日亭さん味わえると思うからがっつり食っていきましょう。いきましょう。食前スープ、はい、ありがとうございます。はい、そうです。鶏ガラと生姜のスープになってます。あ、もう全員にこれが、はい、全てのお客様に。あ、俺らチャレンジメニューでしかほぼ来てないから知らなかった。まあうまい。ベースがうまいわ。やっぱ、油そば屋さんなんだけど、こうベースのこうタレとかあと具材とかで、もちろん今回鶏と油そばって一杯目頼んだけど、この油が乗ってんのよ。でその油そば屋さんなんだけど、そのベースのさ出汁というか具材とかそのあたりもしっかりうまいから、はい、めっちゃうまい。今ねこれ目の前で作っていただいてるんですけど、食べたことあるのよ何回も。おいしいの知ってるから待てねえな。ありがとうございます。お待たせしました、鶏とん油そばの特盛りです。ありがとうございます。ということで本日いただくこれ鶏とん油そばでございますね。ちょっとめちゃくちゃうまそうじゃない。油とでチャーシューともやし、これうまいのよ。で今回どうしてもねこれ取ってもらってるからさ、普段はこうね食べるんですけど、皆さんもね見やすいようにちょっと動画持ちながらこんな感じでいただかせていただきます。で早速いただきます。はい、ちょっと下から全部混ぜてってことなんで一回混ぜちゃおう。こんな感じで下から混ぜるとね、あー、この醤油のねタレに絡まった麺を、香りもめっちゃいいですね。香りがやばいのよこれ。じゃあちょっといただきますよ。たまらん。うわ、これう
やっぱいいね。すげえうまいわ。香りがずっとするんだよな。そう。もうね、混ぜた瞬間からね、いいこの油の香りとさ、すっごい食欲出るよね。うわ。まあ。うん。油飛べま。うま。今までもさ、この春日亭さんでチャレンジメニューを開催すると毎回来てたの。うん。でもやっぱりこうチャレンジってなるとどうしてもタイム関係してくるし、そうすげえ急ぐからさ、このなんていうの、通常の油そばを普通にゆっくりね味わう機会って俺らは結構少なくて。でやっぱ改めてこうゆっくり食うとすげえうまい。やっぱあの辛い記憶思い出っていうのが、そうですよね、すっごいこう強いから、なんか俺のね記憶の2倍ぐらいうまく感じてる今。ちょっとね、一旦春日亭さん調味料結構豊富で、いろいろとね個人的にもカスタマイズできるんですよ。もうねこんな感じで麺半分しかないし、で僕らの速度だと特盛一瞬でなくなっちゃうので、さすがにこの辺りで1回トッピングかましちゃいますか。かましてください、うん、結構この鶏とん油強めだから個人的におすすめなのはマヨ、これはね欠かせません、間違いなく。パンチ力を上げつつ、これニンニクね、ニンニクありますんで、うわいいな、これいいでしょ。でちょっとねアクセント的にラー油をこう頭悪くなってきてますね。だんだん頭悪くなってきたよ。いいね、最高だね。こういうのがもう一番食いたいから、すげーうまそう。味変までずっとしたチャーシューも絡めていいですか。いたんですね。いたんすよ、この子ね、この子もちょっと絡めてね。うわ、うま、今の一口めっちゃうまそう。やっぱいいわ、すげえいい。いやーお腹すくわこれ。実はさ、春日亭さんに出会ったのは結構年取ってからで、学生時代とかは多分行ったことなかった気がするんだよね。ただこの若い頃にさ、これ知ってたら絶対ハマるじゃん。そうですね、ハマる系のやつですよ。絶対ハマる系だからさ、うんうん、出会えなかったことにやっぱ未だにちょっと悔いてはいるんだけど。店舗とかもこう学校、大学がある場所だったりとかさ、若者が集まる場所に店舗多いから、うん、まあ多分この春日亭が俺の思い出の味ですみたいな若者は結構多いと思うんだけど、マジで羨ましい。間違いなく毎日母ちゃんに怒られてたね。晩飯会うのにって。うーん、うまかった。ということで1杯目ごちそうさまでした。そしたら次に注文してるのはカツオかな。正直想像ができない。今まで醤油油そばとこの鶏タン油そばっていうベースのは食べたことあるけど、俺はデフォルトメニューしか食ったことないから、完全にこの魚介焼き初めてなんだけど、魚介だけではなくて動物魚介みたいな感じだっていう。絶対うまいやつだから。そう、絶対うまいから。見えてますね。見えてるね。うわ超うまそう。あーそんな感じなんだ。早く見せたい。さらに見せたい。ありがとうございます。いただきます。やばい、めっちゃうまそう。そしたら本日2杯目ですね、カツオ油そばということで、もうすげえいい匂いするんだよ、すげえうまそう。ちょっといただきます。具材がこのカツオ節で、刻みのネギと貝割れ、スライスはこれすだちですかね。であとはこの鶏とに持ってる油とかかな。それ以外にもなんかちょっとソースというかちょっと味付けが違うのかな。うわうまそう。いただいちゃいますよ。いただいてます。うま、油そば感はあるけど春日亭さん独特の味付け風味がするんだけど、いわゆるなんか醤油系の油そばっていう感じの味付けに近いのかな、こっちは。うん、シンプルなんだけどやっぱもうカツオの味というか、
出汁が加わってるからさ、ちょっと複雑感もあるし、うまい。あ、うまいかも。あ、めっちゃうまいかも。俺すげえ好き。どん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 上がってって。ちょ、俺さ、あんまりテンション上げすぎるとさ、すげえ喋っちゃうしさ、気をつけようって毎回思ってんだけど、どんどんギアが下がってきてる。うまっ。うん。やっぱりカツオの風味も足されてるから、なんか和食感もあるね。うん、めっちゃいいなそれ、うん、こういうのめっちゃ食べたいわ。うん、うん、うまっ。じゃあここにさ、今回どうしよう。なんか多分いろんなもの合うと思うけど、今悩んでるのが、この特製の辛味かお酢を入れるかどっちにするか迷ってるんだよね。うわ、確かに。どっちも合うだろうけど、あえてちょっとお酢にしてみようかな。うわぁ。いい。焙煎用に開発したわさびマヨネーズもおすすめです。え？ご覧ください。じゃあこれは中野店だけでしか提供されてない。はい、おー、これ魚介限定らしいんで、あの魚介系をね注文されるお客様は試してください。ちょっと一回忘れちゃったんで、あの次のマグロの方でさ、ね、これ試してみよう。いいっすね、せっかくなら。そうですね。じゃあ、はい、ドイツだぞ。どうしたの？油しゃませるぞ。うんうん、うん、なんかやっぱね、お酢のおかげ、お酢のおかげというか、むしろカツのおかげなのかな。なんかより酸味も足されるけど、甘みが増えるっていうか。これ好きだな。さっぱりさせるのもうまい。海苔いい？絡めて。これもちろんでございます。絶対うまいでしょう。トッピングとか増したらよかったな。多分あるんですかね、いろいろ。あるある。トッピングはもちろん各種追加できるし、アルコールなんかもあったりもするから、うーん、小池の油そばとビールと絶対に進むと思うんだ。確かに。うまい。え、待って、これチャーシューじゃなくて、これわかるかな、カツオ乗ってんのよ。これうまい、すげえうまい。新しいな、なんか魚介のチャーシューって。うん、ちなみに今のところだけどさ、まあもちろん春日亭さん食べたことあるんだ毎日、はいはいはい、どっち食べようと思ってる？通常のレギュラーメニューか魚介か。いや、もう普通の通常で行こうと思ってたんですけど、うん、今の見ててさすがに無理無理無理。香りもすごいし、やっぱ食べてみたい。そう、食べてみたいですね。俺らもなかなかね、あんま中野とかに来ることないから。そうでしょ。せっかくなら食ってほしいけどね。せっかく来たなら食わないとでしょ。あとちなみにヘラヘラやってますけど、もう 1.8 キロ食ってるからね俺。そうだ。特盛900g。 お疲れ様です。マグロ特盛です。ありがとうございます。いただきます。そしたら本日3杯目ですね。こちらマグロ油そばということで、いや、これもねうまそうよ、たまんないよ。いただきます。いやー、これもうさっきのがうまかったからな、間違いないんだけど。あ、でもやっぱまた来た、また来た、マグロになると香り全然違うね。全然違う、うん、しっかりマグロ感になってる。うん、あ、うまい。うん、マグロいる。いる？いる。香りはね、めっちゃマグロいるのよ。いるよね、うん、もうすすった瞬間からブワッとくるし、やっぱこのベースのね、鶏系の味もあるから、甘みもしっかりあって、でも醤油の香りも立ってるしさ。いや、ちょっとね、この一杯やばい。好みにもよるとは思うけど、俺はね結構マグロの方が好きかも。でもカツオもね捨てがたいんだよな。こっちの方がさっきのカツオよりも魚介混ぜそば感は強いのかも。うん、うん、
はい、またそうじゃん。わさびマヨね。そうっすよ、これも。絶対うまいと思うんだけど、だから辛くないから。わさびだからさ、かなりわさびの香り強い。全然かけすぎじゃないし、すごい、ものすごい、辛くはないんですか。まあ、辛みというか、まあ、ほんのりもちろんあるよ、あるけど、どっちかというとわさびの香りがメインで、はい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 、辛さはもうほんのり程度。なるほどね。うわ、うまっ。やって、あとで絶対やりますよかった。これでよかった。シャラ、本日マグロの、ね、油そばはこれ最後マグロチャーシューですよ。これで締めさせていただきます。うまっ。はい、でお見せします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあもうこの後今日最後ですよ。カキですね。カキって想像できないんだよな。どんな感じで入ってるのかな。どんな感じなんだろうね。さっきさ表でさこう看板見てたじゃない。やっぱこうパッと見た中では一番やっぱ牡蠣は気になった。いやでもこれ知っちゃったらな悩むな。でこれもう一回食いたいと思ったら中野までじゃないと食えないんでしょ確かにそこがな俺に悔しいな。最寄り駅で出してほしいもん。ああそうですね。ありがとうございます。牡蠣のとこりです。ありがとうございます。そんなお話をしてる間にこの牡蠣が、あなるほど、これペーストと牡蠣も丸々入ってるじゃん。すげえ豪華。ちょっと今日の最後の一杯ね、味わってやろうか。いただきます。ちょっとね、せっかくだから牡蠣は取っときたいのよ。取っときて。で最後味わいたいから。でこの牡蠣ペーストとこのトリトンの油みたいなのも入ってるのか。うわうまそう。確かにすげえ、あ牡蠣だね香り。牡蠣。うわいい香り。いただきます。これめっちゃうまい。うわうまいっすねこれ。好みにもドストライク。俺の中では濃厚さもすごいし、油そばなんだけどパッパイタンみたいな、秋のパイタンソースだね。もう、うん、秋のさ身の風味はもちろん強いんだけど、それだけじゃなくて肝のソースみたいな、ちょっとほろ苦さもあるんだけど、いい香り、いい旨味があって、うん、コクがね、すごい。さっきは、なんかほら、醤油油そばに似てるとか、はい、こっちはトリトンの方かなみたいな話をしたけど、うん、もうこれに関しては、もう本当に牡蠣混ぜそば、牡蠣油そば、ね、もう別物です。マジで感動してる今、俺は。ブラックペッパーあるから、うん、あの軽く牡蠣に合うと思うんだ。合いそうですね。うん、ちょっとペッパーかけて。あでもやっぱブラックペッパー和えると香りいいわ。海鮮だけど、入るなら普通のマヨネーズかな。うんうんうん、牡蠣とマヨネーズでしょ。絶対うまいじゃん。確かに。うん、うまっ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。ちょっと合間に、牡蠣もいっちゃいますか。はい、発見中です。あ、うまい。うん、はい、そしたら本日4杯ですね、合計。改めてごちそうさまでした。
個人的にはね、まあ、どれが1位だったかっていうのは毎日もう見てて分かってると思うけど、それを踏まえた上でどれ食べたい。そう、全部ね違うじゃないですか多分、うん、そう、なんか最初は気分で絶対カツオだなと思ってたんですけど、うんうん、でも今最後にカキを見た瞬間ちょっとめちゃくちゃ迷ってて、じゃあカキいっちゃう。カキいっちゃうわ。いっちゃいましょうか。カキにするわ。あ、マジで来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。来たね。いいじゃない。あの全然カメラ気にしなくていいから。あ、本当ですか。美味しく食べて。あ、やっぱこの第三者から見るとまたうまそうに見えるな。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいよね。そういうことね。そう、洋風ってそういうことね。すごい洋風だよね。知ってる春日亭さんじゃないよね。新しい扉開くよね、うん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 、今胡椒ね。そう、これをかけたかった。胡椒味変で。めっちゃ美味しそうで。絶対これおすすめだわ。胡椒おすすめ。これおすすめ。合うよね、うん、あ、それね。あ、うまっ。カメラ気にしなくていいよと言ったけどマジで待ってくんないな、牡蠣食う時も。あ、しっかりと綺麗に完食。ありがとうございました。マジでごちそうさまです。ということで本日はですね、春日亭さんの中でももう全国どこ探してもここ1店舗でしか提供していない魚介系の混ぜそばをいただきました。うまかったね。マジで美味しいです。めちゃくちゃうまかった。まあ僕もですね、結構この春日亭さんはチャレンジメニューとかでも人の数倍、量食べております。もう経験もございますけれども、あ、個人的にはベースも好きだけど負けないぐらいこの魚介系好きでした。中でも個人的にはやっぱ牡蠣が刺さったかな。うん、うん、でも贅沢感もあるしね、牡蠣って言ったら。わかる。あ行きたくなっちゃう。行きたくなっちゃう。ぜひですね、今回の動画見てくださって気になるよって方はですね、皆様の地元の方にもですね春日亭さんあるかもしれませんが、中野店限定ってことなんで、こちらの店舗に来ていただいて美味しい魚介系の油そば食べてみてはいかがでしょうか。ということで本日はこんな感じだね。満腹です。満腹です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。今日はもう軽く締めろ。そうですね。さらっとね。最高だった。